はい、どうもサクッと美味しいポッキーです。皆さん格闘ゲームは好きですか？僕格闘ゲームねほぼやったことないんですけど、今回はねとっても面白くてとってもグロい格闘ゲームがあるということで、早速やっていこうかなと思います。で、みんな僕のことをねサイコパスって言うんですけど、僕がサイコパスなんじゃなくて、こうたまたまやるゲームがねサイコパスなゲームなだけです。こいつで行こう。なんか強そうだし、日本っぽいし。で、敵は、そうだな、敵こいつにするか。きた、よっしゃ行くぜ。とりあえずこのゲームね、グロいって僕言ったんですけど、普通の対戦ゲームです。最初のうちはとりあえず僕今右のやつですね、応援してください。よし、いいぞ。順調順調。声高いなこいつ、なんかやけに。下を狙っていく。ひたすらつま先狙う。つま先だけ狙って、つま先大好き本当に。あー、つま先狙い返された。やばい、痛い痛い。とりあえず勝てそう。 OK。 メーターはあの白い右上のやつが相手のメーターで、もうだいぶ減ってますね。もし勝てそう。よっしゃ。待て待て、なんかコントローラーおかしいなと思ったら、俺のコントローラーなんか剥がれてきてんだけど、アナログスティック最悪。どうでもいいな、このステージやだわ。なんか水に濡れるし。まあでも今のところ普通の格闘ゲームでしょ皆さん。もう全然違います、これは勝った後に始まるんで。待て。よし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 、これが普通のスマブラとは違うってことを皆さんお見せしましょう。俺強くね、まあ、敵イーズイだけど。何それ、この動き止めるやつ本当にやめてほしい。お前弓矢なんか使いやがって。普通殴りやろ、なんで弓矢使っちゃった。さあもうちょっと倒した。はいはい、来た、来ました、発動しました。うわっ、うお、食堂返却。うわということで、皆さん見ましたか。今は食堂返却技だったんですけど、これキャラクターごとに2つずついろんな、この最後勝った後にこれが見れるんですよ。面白くない？他のキャラ使おう。いや、やっぱこいつ外せないよな。スマホでエロサイト見てますけど、エロサイトかメルカリだな。敵はどうしよう、まあ誰でもいいんだけど、あ、こいつにしよう。絶対こいつ自分のこと強いと思ってるから。やべ、強そう。You ready for this? Wearing your extra strength. サングラス取ったら結構優しそうなやつなんだけど。Check. Round one. ということでやっていきましょう。めっちゃ喋りましたよ最初に。お、いいね。なんかそこら辺にいそうな服装なんだけどこいつ。やばいやばい。うわ、うま。ちょっと待って。うまってか強こいつ。あ、何その。その技ずるいわ。やっぱつま先狙ってこうかな。行って。ちなみに勝たないとあれ見れないんで、あの演出。勝ったものだけが見れる演出なんで。危ない危ない危ない。よし、顔面蹴って。うら、痛い。待て待て待て。もう少しもう少し。勝てそう。2戦目はなんとか勝てそう。よし。待て待て待て、痛い。ずるい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 。ずるくはない。俺がずるい。あ、惜しい。あの、よしよしよし。危ねえ。ギリギリで勝った。1-1だ。よし、決めるぞ。みんなに見せたいからな、あれも。俺は絶対に決めてみせる。よし、持って、いいね。そんなことできんの。うわー、今肘と膝折ったね。火がつくとこ大好きなのかな。もうちょっと勝てそう。よし、いいぞ。ミディアムでも勝てる。待てよ、来たー。あ、出なかった。みんな出なかった。やべえ、やっちゃった。さあ、あと一発だ。どう決めてやろうか。地味パンチ。よし、で、はい。あれ？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 俺普通に殴った。出ない、あの技。なんかこのサイン渡すのがこいつのこれ？違うよね。何回やっても出なかったんで、別のキャラでいきたいと思います。次は、こいつにするか。なんか後ろに乗ってるやつ。敵は、まあ、こいつでいいや。やっていきましょう。よし、行くぜ。
上のやつがめっちゃ喋ってました、さっき。いてぇ、落ちた？落ちんの？びっくりしたんだけど。あー、ちょっとね、殴られるたびに落ちるんだ。なんだこいつ、あのガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのあのちっちゃい子みたい。かわいいよね。あの、やめてくんない？お腹、ベタボなお腹をさ、殴るの。よっしゃ、絶対に勝つぞ。いや、格闘ゲームってほんとすぐ殺さになるよね。よし。でも強い人はほんと強いんだろうな、こういうのって。極めてる人は全然、僕まだまだなんですけど。てか、あの小さいのちょっと働け、なんか。いってやべ、負ける、危ない、あと少し。負けた。まだ2戦目は取らなきゃ、やばい。2戦目は絶対取るぞ。よし、蹴り上げて。待てよ。惜しい。よしよし、2戦目はなんとかゲットした。おお手を引いてた。親子感やべえ。よっしゃ、あと一発。オッケー。はい、きた。何すんの、お前がやるんかい。いや、何もやってなかったのに。いや、最後だけやばっ。いやとんでも笑うことしかできない、俺は。皆さん、別のキャラ行きましょう。うわ、こいつ絶対強いわ。こういう帽子かぶってるやつ大体強いでしょ。で、帽子仲間にしよう。帽子かぶってるやつ、こいつ。よし、帽子対決だ。行くぞ。なんかもうまとってるし、俺、明らかに。いいね。よし、行くぞ。どんどん行くぞ。はめ技入った、今。なに、え、帽子飛んでったよ、ご自慢の帽子。いいの、帰ってきた。すげえ。これは負けたかもしんない。帽子では負けたけど、心と体では勝つぞ俺は。よっしゃー、1戦目は勝ちましたね。おい、なんか重なってる。いや、本当に似た者同士だよこいつら。やばい、あと少しなのに。俺の体力もあと少し。待てよ、金の帽子で。あぶね。よし、いいぞ。はい、あれ、右、なんで出ない。待てよ、死ぬ。あぶね。はい、あれ出ない。来た、出た。おお止まって。いや、グロとかの問題じゃない。うわー、ということでいかがでしたでしょうか。いや、ゲームとしては本当に楽しいんですけど、なぜここまでグロくしたのか。もう一度言いますが、僕はサイコパスではありません。もしこの動画楽しんでくれたら、ぜひ、高評価をつけてね。たまたま僕のやるゲームがグロいだけですね。じゃあ、ポッキーでした。また次回お会いしましょう。じゃあ、